次ののパパタターーンンははかからら練習ですす、えーえー、片方は引き技を出しますその引き技を出した際に、えー、元立ちの方はその引き,引き技を出した相手に対してそのまま押し出した方がいいのかそれともそこから技を出した方がいいのかその判断がまず重要な判断だと思います。何でもかんでも押せばいいというものではありません。 今のは打突時点は、えー、一本になってもおかしくない技ですが、えー、決める気持ちが弱いんで、今のは一本できませんでした、えーそ、そういう中途半端な引き技を出すならば、最初から出さない方がいい、えー、今の大方も中途半端でした、そういう中途半端な技がないように、もうちょっと厳しく内容してください。いいですか